ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊かさ。はい。今日2戦目が行われました。ね、はい。はい、強化試合。今日も昨日と同じでソフトバンクとの試合でした。うん、まあ先攻後攻入れ替えてね。はい。今日はやりましたけども。スコアは見ての通りの4対2。ちょっとね、追っていきたいのが、うん、まあ山本が先発で3回まで投げるんだけども、はい、2点先取されるんだよね、うん、ちょっとびっくりしたんだけども、ただね、はい、新外国人まっすぐ投げて、うん、サードに痛烈な当たり、うん、まあ日本人じゃあんまりああいう球を痛烈にサードまで引っ張るっていうことは、うん、まあそんなにないかなと思いつつも、はい、で続く正木ガルビスに連続ツーベース打たれるのね、うん、はい、でガルビスにはここのカットボールをライト線に持っていかれるんだけども、はい、やっぱ外国人はやっぱ速いボールとか速い系のボールは打つね、うん、それで、まあ、エラーも重なり、まあ、2点を先取されるんだけども、はい、まあ、5回追いつく場面ね、はい、山田がフォアボール、先頭打者でね、で近藤との間でエンドランかライエンドヒットだったと思うんだけども、はい、それが見事に決まり、2点追いつくんだよね。ただここで山田が走れたということが非常に収穫だし、うん、山田の魅力ってやっぱ打つだけじゃなくやっぱ走るっていうことね、うん、でその走ったランナーを近藤が生かすという、まあ、近ちゃんは絶好調だね、ちょっとね、うん、で最後9回は、まあ、シュートの足でね、はい、まあなんていうんだ、9回ワンアウトから周東がヒットで出るんだけど、はい、まあ、その周東って言ったらソフトバンクが相手だから、うん、もう絶対走ってくるなんてソフトバンクなら100も承知じゃない。そうですね、まあ、その中で初球スタートを切れたということね、うん、だそれがやっぱこう見事だったなっていうふうに思ってね、はい、でそれエラーを誘いながら、はい、なんていうんだろう、源田が返したというね、うん、まあそういうことで4回になったんだけども、はい、まあちょっと前後しましたけども、はい、ちょっとスターティングメンバーね、そうですね、まあ昨日に続いて山田が1番、まあ今日は DH ということで入りました、はい、昨日とはメンバーも打順なんかも含めちょっと変わってきましたか、ちょっとガラッと変わったね、うん、まあ山田と村上、ぐらいは一緒で、はい、まあ、キャッチャーの置き方っていうのも6番ということでね、はい、で今日は牧とか中野とか、うん、まあこういうメンバーが入ってきた、で岡本を3番に上げてみたいなね、はい、うん、まあこういうことになった。でライトは西川がバックアップメンバーということでね、はい、まあ、入りましたけども、はい、岡本選手は今日はレフトで、そうだね、はい、まあレフト、うん、まあ9かな、飛んできたのは、うん、ちょっと無難にはこなしてたけどもね、はい、まあ、山川もファーストに入って守備についたというね、うん、で牧もセカンド、まあ無難にはこなしてたけどね、はい、うん、まあいいプレーもありました、はい、ね、村上が一つのエラーという、はい、ね、はい、2点目献上ということで、まあ、1つのエラーをしましたけども、はい、ね、これ昨日と比べると、はい、どういったところが違う、何か重点を置いたこととかありますか、ね、やっぱり試しかなっていうような感じがするよね、いろいろとどういったのがいいかなっていう、まあ、例えば中野が調子がいいからさ、うん、ね、で牧との二遊間を組ませてみたりだとか、うんうん、まあ今ちゃんのセンター、うん、まあ、外野手不足ということを言われてるけども、うん、まあ、今ちゃんのセンターどのぐらいできるかとか、まあ、打つことに関しては、まあ、山田が一人出ることによって今度何でもできるからね、うん、だから、まあ、ここら辺はこの 1,2 番コンビっていうのは今日は見事だったけどもね、うん、はい、なるほど。で岡本選手が今日は3番に上がってきたということですね、はい、うんうん、まあ、岡本もね、はい、同点に追いつくセカンドゴロを打ったんだけどもさ、はい、無理してね打ち上げに行くとか、うん、そういうことじゃなくて内野が下がってたから、わざとゴロを打ちに行ったような打ち方をしてランナーを返してくれてたけどもさ、はい、だから非常に岡本は今状態がいいというね、うんうん、まあ、そういうことが言えるかなというふうに思いました。はい、はい、ということで、ようなことで、うん、はい、まあ、細かくじゃあ見ていきますか。そうですね、はい、はい、じゃあ今日のピッチャーは先発の山本投手から、はい、全部で6名、はい、はい、6人投げたけどね、はい、それぞれがどういったことだったのか、はい、まあ、山本由伸、うん、三角、はい、まあ、再確認、うん、まあ、ね、うん、試しもあったと思うんだよ、自分のまっすぐだとかちょっとフォームを変えてる部分で、うん、バッターの印象がどうなのかっていうことも含めね、うん、で再確認をして、
おそらく外国人に対してまっすぐあえて使ったのはどのぐらいまっすぐが通用するかとかさ、うん、まあ、そういう再確認があったと思うんだけども、その点を取られてからちょっと組み立て変えたのね、うん、変化球主体にしたの。そしたらピシッと抑えたわ、うん、まあ日本人相手だけどもね、はい、まあでも、まあ、2点は取られたとしても、俺はなんかこういろんなことを試しながらのマウンドだったと思うし、まあ、気温もちょっと低かったと思うんだよね、うん、だからまあ条件が悪い中、まあ、2失点はしたけども、はい、まあ、三角にしたけども、まあ、心配はないかなというような感じがする、うん、一番こう気になっていたのはやっぱりフォームをだいぶ変わったというか、そう印象的には。それはどうですかね。これはね、こう一定のリズムでこう投げていくから、うん、バッターはタイミングが取りやすいと思うよ。なるほど、うん、足上げてる方がやっぱ微妙に狂ったりだとか、うん、の時間がある分だけね、うん、でスーッと投げてくるんで、タイミングは打者は取りやすいと思うよ。なるほど。これどういった意図でこのフォームを取り入れてるんですかね。まあ、無駄をなくすということと、右足に体重を残すということ、うん、乗りやすいって言うんだよね山本は、うん、だからそれをいっぺんに瞬時に爆発させて投げるという、まあそういうフォームなんだけどもさ、打者目線から言うとクイックの時も、うん、まあ、ランナーがいない時も同じようなフォームなんだよね。なるほど。だから一定したリズムで投げてくれるんで、うんうんうん、タイミングは取りやすいと思うよ。なるほど、うん、うん、だからそこら山本が上回れるとね、うん、まあ抑えていくんだろうけどもさ、まあ上回れるだけのボールはあるしね、はい、だからあとはやっぱこう本ちゃんになって配球をどう考えていくか、うん、まあそこだけだと思う、はい、うん、で続いて高橋奎二、はい、まっすぐはね、うん、思いっきり抜けたりとかちょっとしてたんだけども、はい、その抜けたことによって変化球がものすごいいいところに決まるんだよね。あのね、抜けたから決まるんじゃなくて、すごく目線、打者の目線をぶらすことが できてたの。まっすぐがパッと散るからで変化球がパッとチェンジアップとか特にさ、いいところに決まるから、だから変化球はいいんだけど、うん、まあこれまっすぐの精度を直すよりもそのままでいいかなって、高橋奎二は投げっぷりがいいから、逆にねその変化球生かすためにっていうことも考えて、まっすぐもダメで変化球もダメだったらもう使えないけどもさ、うん、まあ、変化球が唯一決まってたんで、うん、いいところにね、うん、だからここら辺はやっぱ三角でいいのかなって、うん、このままでいくのか、それともまっすぐまとめちゃうと打たれる可能性もあるし、うん、だから非常にあの微妙なところなんだけど、この変化球はすごく良かったよっていうことなんだよね、うん、はい、はい、で松勇樹、はい、ね、大ピンチ大ピンチ、これもね、うん、連続フォアボールの後、うん、続くミネーにノースリーまで行ったんだけど、ミネーが全部ボール振ってくれたんだよね、うん、まああえてノースリーから打ちに行ったんだけども、それがファールになったりだとか、そのボールもボールなわけよ。で結果球もボール、これは 見られてるとさ、まあ満塁になってたよね、フォアボール3つで、でワンポイントって使えないのよこの大会、うん、だから完結しなきゃいけないのね、イニングを、はい、だからちょっとね、このままではやっぱ使えない。なるほど、うん、まあ、どこっていうよりは、いや、ボールって結構やっぱもう投げてると思うしね、うん、手の感覚っていうのももう分かってるはずなんだけども、うん、これ状態が悪いのかボールのせいにするのか、これはちょっと分からないけど、うん、ちょっとなんかこう今のままではこうちょっと使いづらいよね。これ今日の試合にこう3番手出てくるってことは、うん、こう起用する側、監督さんとかコーチの方からすると、うん、今回の結果のような感じではなかったっていうことなんですかね。だから第2先発でもないわけね、うん、だから7、8、9とか、うんうん、7回おそらくを投げさせたいんだけどもさ、はい、後ろって全部右なのよ、うん、で高橋奎二は第2先発で用意してるわけ、はい、今のところはね、うん、で松井というのは中継ぎで、はい、場合によっては左が並ぶ時に投げさせたいっていうふうには考えてるんだけども、うん、だからこのままではやっぱ使えない中継ぎで、うん、だからちょっと苦しいなって、ちょっともっといい調整してほしいなっていうふうに、ん、まだちょっと時間あるからね、はい、頑張ってほしいなっていうふうに思うよ、うんうん、
これでね、この間でどのような感じに変わってくるかですよね。だから、うん、まあ各国左バッターでいいバッターっていうのはたくさんいると思うから、うん、ちょっと頑張ってほしいなと思うね、うん、そうですね、はい、で湯浅、はい、まあストレートが抜ける傾向にはあったんだけども、うん、やっぱ器用なんだね、このピッチャー、うん、やっぱ抜けた後はちゃんと抑えようとしてるし、まあ、フォークは落ちてるし、だからまあ大丈夫だなと思うんだけども、はい、このボールが抜けたからって やってほしくないのは、やっぱこう置きに行くっていうこと、はい、ストライクを取りに行くっていうことだけはやめてほしいなと思うね、うん、だから全部腕を振って抜けないように、まあこれから調整してほしいなっていうふうにちょっと思いましたよ、うん、はい、はい、で大勢、はい、完璧二重丸ですね、全てよし、はい、ちょっとね一球フォークかなんか浮いて、うん、レフトに痛打されるんだけども、はい、まあそれもこう取られたけどもね、だその1球だけでもう全てが良かった、うん、あとはでフォームも元に戻したんだよね、うん、ちょっと変則っていうか最初沈み込んで浮き上がって投げるフォーム、それを沈み込まないように元のフォームに戻したよね、はい、だからそれでスムーズさもあるし、ましてや変則だし、でまっすぐ投げててもボール動くしね、勝手にシュートして落ちたりだとか、うん、だから非常に体勢は良かったね、なるほど、もう頼もしいぐらいだった、うん、はい、で、はい、最後栗林、うん、まあ安定だね、やっぱこう経験を積んできて、はい、やっぱ余裕もあるし、うん、やっぱこういろんな球種が使えるから、だからこう悪くても安定感を見せてくれるというね、うん、まあ別に悪かったわけじゃないけどね、うん、非常に丸ですからね、うん、丸です、そうそう、頼りがいがあるなっていうような感じがした、はい、でね2戦見て、うん、全体的にストレートが高めに抜ける傾向がある、昨日今日のそう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 、ピッチャー陣みんなに言えることですかね、そうだね、うん、だからまあ例えば追い込んでから決めに行くストレートがパンと浮いてボールになったりだとか、まあここファールを打たしたいと思って行く球が、まあ、例えば浮いてみたりだとか、うん、ボールになったりだとかする傾向があるから、力入れた時にコントロールができるように、まあ微調整を行ってほしいなという、はい、まあでも全体的に見るとピッチャーはね、まあ安定をしてるし、うん、ただ左ピッチャー今永が良かっただけで、うん、ちょっと高橋奎二もまっすぐがどうなのかなっていうこともあるし、松井が使えない今のままではね、だから左ピッチャーの調整がちょっと待たれるかな、うん、うん、これが課題になってくるかなっていうふうに思いました、ね、はい、はい、でピックアップに行きます、はい、ね、2000本塁打なし、うん、ちょっとね、まあ、寂しいですね、まあ、ね、いや、まあ、気温も低いしさ、うん、ね、風もあるし、その条件的にはこの気候でね、まあ、やりづらい、まあそういうことも言ってられないんだけどもさ、うん、まあ状態としたらバッターの状態は少し遅れてるかなという感じがする、そうですね、一本もないっていうのはちょっと、まあそうだね、寂しいですかね、うんうん、でまあ村上の状態もさして良くない、はい、山川ものすごくね調子を戻そうとして、うん、まあ調子が悪いわけでもないんだけども、うん、まあ調子をつかもうとして、まあ休日返上でね打ち込んだりとかいろいろしてるみたいだけど、まあ結果が出てないというね、はい、で山田、うん、山田は自分で見切ってボールだっていうものをストライクって取られて、うん、チャンスで2度見逃しの三振をしてるんだよね、うん、今日、うん、満塁とかでも、はい、だからここら辺のストライクゾーンが合ってくるといいのかなっていうのと、うん、ボールに対してのコンタクトは できてるんだけど微妙にやっぱタイミングがずれてるね、うん、だからファールになったりだとかちょっと遅れて反対方向にファールになったりだとか、ただね村上とか山田とか山川とかこの3人に関しては1本どっかで出たら、うん、それがきっかけにグッと上がりそうな体のキレとか、うん、バットの振りとかはしてる、うん、だからあんまりは心配してはない、はい、これからドームになってくるからまあ気象条件としたら良くなってくるよね、うん、だから、まあ、そこら辺で、ね、本ちゃん前に1本出ると調子はぐっと上がってくるかなっていうようなそんな感じがしました、うん、で岡本、はい、括弧の中に入ってるけども唯一青文字ですから、そうだ、ね、悪くないということですね、岡本はねホームランっていうのはあんまり考えてないね、うん、やっぱランナーを返すことだとか
そういうことだけを考えてるから、うん、今のところ調子はすごくいいよ、はい、ただ岡本も1本出るとさらに良くなってくる、ね、なるほど。だから岡本はなんか使う方向に出てきてるよね。やっぱりあの普段チームの中でクリーンアップだったりホームランを求められたりっていうのとはまた、うん、この侍の中では違うっていうような感じですか。そうだね、自分の考え方をそういうふうに置いてんじゃない。でホームランっていうのはなかなか出るもんではないね。だけどやっぱ勝負のところでどういうバッティングをすればいいかっていうのはよく考えて打席に立ってるよね、本当なんか。で走塁と守備と書いたんだけども、はい、まあ、走塁今日は先ほど話したようにシュートの足で勝ったよね、うんうん、あの勝ち越した、はい、ただねこういうシーンがあったんだよ。4回あの先頭打者牧が出て、うん、中野の2球目かなんかに峰が相手の捕手峰がちょっとポロッとやってボールがちょっと転がったんだよね、うん、その隙になぜセカンドに行かなかったかなっていう、うん、でセカンドに行っとけば中野の次へのあの打球がゲッツーになるんだけど、はい、うん、それがゲッツーにならないで、ね、セカンドに行ってれば進塁打になった打球方向だったんだよね、はい、で次のバックアップメンバーの西川の、ライトフライで1点取れてるんだよ、うん、だからそれを考えるとものすごく走塁って大事なんだよね、うん、あのだから、まあ、これからね、うん、あの先の塁、うん、一つでも先の塁、同点に追いついた場面もあの周東がねダイソーに近藤のダイソーに出てきて、うん、ワイルドピッチでバーン走ってそれがセカンドにキャッチャーがボートになって1点入り1、3塁からね、で周東がサードに行った、でサードを置いて岡本がセカンドゴロで生還して同点になった。だからやっぱ足って、うん、また走塁ってすごく大事なんだよねやっぱね、うん、だからそこら辺をもう一つ意識を高く持って、うん、まあ、やってほしいなっていうことがあるよね。なるほど、はい、で、はい、この2戦でやっぱ守備の乱れがあったね、うん、あ、まあ、中野にしても今日は村上だったんだけども、だからここら辺の守備っていうのはもう一度再確認、うん、どういうところでどういうボールを投げる、一塁に今日送球ミスだったんだけども、うん、まあ、ワンバンでもいいよとか、まあ、そういうことをもう徹底させとくということだよね、うん、だから守備、まあ、走塁と守備、これは意識を高くねちょっと持っといてほしいなっていうのは感じね、まあ、ミスからね相手に流れがっていうことはよくありますからね、うん、今日はね、うん、やっぱシュートの足で、まあ、相手のミスを誘発したよね、うん、やっぱ早いっていうこと、はい、だから早いから誘発できるんじゃなくて、うん、やっぱ積極的な走塁が誘発する時もあるからね、うん、まあ、そういうことを意識高く、はい、ちょっとやっといてほしいなって思うね、はいはい、あとは源田と中野、はい、どっちかなっていうのは、そう、あのねやっぱ守備を考えると源田なんだよ。なるほど。で今の状態だけだよ、うん、考えるとやっぱ中野のバッティングなんだよね、うん、だから源田と中野で二遊間組ましてもいいよね、うん、うん、なるほど。そうするとセカンド、そうすると牧がファーストに行ったりだとか、ね、そしたら山田をどうするとか DH をどうするって、今日山田が DH でスタートしたけどもね、うん、はい、やっぱね足っていうのは必要だわ。うん、でね同点あの勝ち越した後源田のタイムリーで勝ち越した後周東がね一回ハーフウェイに出てヒットなのに三塁まで戻って、うん、それからスタートしてるんだよね、うん、ライトがいい球だったらアウトなわけ、はい、だからそういう走塁もやっぱ気をつけなきゃいけないし、うん、早いからってやっぱねスタート切れる時と切れない時あるから、うん、だからそこら辺の判断っていうのはやっぱすごく大事だし、うん、でもその走ったことによってミスが起きて、うん、源田が一気にサードまで来たわけよ、うん、そのミスを見て、うん、で2点目を取るわけだけど、その後ね、だから源田の足とか中野の足、周東の足ね、これはやっぱ魅力だし、うん、やっぱこう中に入れときたいね。なかなか難しいですね、この誰をどこに起用するかっていうのは。いやそうだね、それでね全部の大会見てみると日本が一番足を使ってんだよね、うん、投手の数が1位ということ、はい、各国全体に比べて、うん、1位なわけよ。だからやっぱり日本のお家芸っていうのはやっぱこう足かなっていうふうに思うしね、うん、だからそこら辺をやっぱこうどう考えるか、はい、まあ、これから楽しみだよね、はい、はい、それと鈴木誠也の招待ねえ、なんかちょっと脇腹に違和感というか、はい、ねえちょっとあるんじゃないかという、
でメジャーの開幕とかいろいろ考えると無理はしないかなっていうような気もするんだよね、うん、そしたら外野手不足なんだよ、はい、そしたらバックアップメンバーっていうのがいるんだけども、はい、早く招集した方がいいね、うん、で早くチームに馴染ませた方がいい。これは結構ギリギリというか今そんなにねスケジュール的にも余裕はあんまりないですよね。そうだってバックアップメンバーっていうのはある程度の調整はしてるにしてもやっぱもう言えば開幕に合わせてるよね、うん、でまたネジを巻かなきゃいけないということを考えると早く招集した方がまあいいかもわからないね。どのぐらいの状態なのかっていうところもありますかね、鈴木選手の。でも無理はしないと思うけどね、うん、だからここら辺はちょっとわからないけどもさ、はい、状態がね、うん、でももしで早い判断が必要だというふうに思うし、うん、もしあれだったらもう近本とかね、うん、岡林とか中日の、はいはい、まあ塩見が今ファームでやってるけど怪我の状態によってはもう上げるとか、うん、まあ足が使えて、うん、守備が上手い人外野手ね、まあ、とりあえず優先でね、はい、招集したらどうでしょうかという話でした。ということですかね、うん、はい、ということで2戦まあそうだね、まあ、実践的な感じで仕上がりました。そうだね、うん、課題はね結構出ると思うんだよ、うん、こういうチームっていうのはね、うん、で課題を克服して意識を高く持って、うん、まあ例えば特に走塁とか守備とかね、うん、持っていけば、うん、まあ問題はない。でいつホームランが出るかな、まあ気持ちのいいヒットとかでもね長打が出るかなっていうところでまたガラッと雰囲気が変わってくるから、はい、まあ、それをまた楽しみにしたいと思います。はい、また今度移動して名古屋の方で試合がねあります。はい、はい、では頑張ってください、はい、体調に気をつけて。